エリック・スノーはアメリカ合衆国オハイオ州関東出身の元バスケットボール選手。NBA のフィラデルフィアセブンティシクサーズ等で活躍した。ポジションはポイントガード。スノーはオハイオ州に生まれバスケットボールのキャリアを関東マッキンレー高校からスタートする。1991年に高校を卒業するとミシガン州立大学に進学する。 彼が新人の時、ミシガン州立大学のチーム、スパルタンズは、ジャットヒースコート監督の下、NCWA トーナメントで、第5シードの位置だったが2回戦で敗退。1994年には、第7シードでトーナメント進出したが、またしても2回戦敗退。翌年は、第3シードだったが1回戦で敗退した。大学卒業後、1995年の、 NBA ドラフトでミルウォーキーバックスに二巡目指名されて入団する。その後シアトルスーパーソニックス、フィラデルフィアセブンティシクサーズ、クリーブランドキャバリアーズでプレーした。シクサーズとキャブス在籍時に NBA ファイナルの舞台に立っている。キャリア晩年は膝の故障のため満足に試合に出ることはできなかったが、キャブスのアシスタントコーチとしてチームに貢献した。そして、 2009年4月4日に、キャブスから、解雇、現役を引退した。キャリアの通算成績は、平均7.6ポイント、5.3アシストと、平凡な数字だが堅実でディフェンスを重視した選手である。シクサーズ時代は、ラリー・ブラウンヘッドコーチの下で、アレン・アイバーソンとコンビを組んでいたため、日本でも知名度は高く、ポイントガードから、シューティングガードに転向したアイバーソンをうまく、 コントロールすることで2001年のチームの NBA ファイナル進出に貢献したことにより評価を上げた。キャブス時代には2007年にファイナルに進出。この時は出場時間はほとんど得られなかったもののベンチから若いチームメイトを激しく叱咤する場面がたびたび見られベテランとしての役割を果たした。ありがとうございます。